前田智則。現役時代広島東洋カープ一筋でファンから愛された彼は、その圧倒的なバッティングセンスから孤高の天才と周囲から評価されていました。そして前田選手は現役時代あまり性格を表に出すタイプではなく、非常に気難しい性格なのではないかと言われていましたが、引退後はユーモアある喋りで人気を博しています。今回はそんな前田選手の性格について、本人や周囲の人間が話しているエピソードをもとにご紹介していきたいと思います。一風変わった男、前田智則。前田選手は熊本工業高校時代から周りとは一線を画す存在だったようで、1989年高校3年時に出場した夏の甲子園熊本予選で東海大第二高校と対戦、0対1と熊本工業が1点リードして迎えた前田選手の打席で、東海大側ベンチは勝負を避けても構わないと指示すると、投手がそれに従ってボールを2つ先行させた際に、前田選手はバットを持ったままマウンドに歩み寄り、勝負1000回ストライク入れんかいと怒鳴ったという高校時代のエピソードとは思えないことがありました。さらに予選を勝ち抜き出場した甲子園の初戦日大三島戦で、前田選手は1回表にヒットを放ちましたが、攻撃が終わった時に、ダメです、俺はもうダメですと頭を抱え込んで泣き崩れ、守備につこうとしなかったといいます。この理由として前田選手は同学年の本木大輔選手を強くライバル視しており、本塁打を連発する本木選手に負けじと臨んだ初戦で打ち損じてホームランを打てなかったことに納得できなかったという珍しい理由でした。これ以前にも様々なことがあったようで、前田選手の恩師である田爪正和氏は当時について、たとえヒットを打ってもそれが気に食わない当たりだと彼はこうなってしまうんです、でもここは甲子園ですよ、そんなこと言っている場合じゃない、頼むから言ってくれ、守備についてくれと私は拝み倒しましたよ、なんとか拝み倒して守備についてくれた時にはほっとしましたと、あまりに意識が高すぎる前田選手の対応に四苦八苦していたと語っています。その後広島からドラフト4位指名を受けてプロ入りを果たした前田選手は、プロ入り後初の春季キャンプでの練習中、大先輩の達川光雄氏に、打席でどんな球を待っとるんやと聞かれ、いや来た球を打つんですよとさぞ当たり前かのように答え、これに達川氏はすごいなお前と感心したそうです。さらにプロ入りして間もない1992年にインタビューを受けた前田選手は、今までの理想の打球はと尋ねられたところ、ファールならありますと尖った答えをすると、同じインタビュー内でどんな打球が理想かと問われても、まだようわからんですけど、イメージとしては頭にあるんです、それを言葉にできれば苦労しないんでしょうけどね、とにかく理想の打球への夢は簡単に諦めたくない、そのこだわりがなくなったら僕はおしまいでしょう自身の打球への強いこだわりを語っていました。このように若い時から常にバッティングに対してストイックだった前田選手は、高卒2年目でレギュラーに定着し、1992年からは3年連続で外野手のベストナインを獲得するなど、見事な成長曲線を描いていきました。しかし1995年5月走塁中に右アキレス腱を断裂する大怪我を負ってしまうと、今までのような満足いくプレーが難しくなり、俺の野球人生は終わった、前田智則という打者はもう死にました、プレーしているのは僕じゃなく僕の弟ですと完全に自信をなくしたような発言を繰り返すようになってしまいます。それでもその後怪我と付き合いながらのプレーで、休み休みの出場ではあったものの、しっかりと結果を残してレギュラーとして活躍、そして2007年9月1日の中日ドラゴンズ戦でついに通算2000本安打を記録し、その日のヒーローインタビューでは、怪我をしてチームの足を引っ張ってきましたけど、本当にね、こんな選手をね、応援していただいてありがとうございますと、あまり感情的になることがない前田選手が声を詰まらせる姿に、広島ファンのみならず全野球ファンが感動した場面でした。若手時代まさかの涙の理由。このように天才バッターとして様々なエピソードがある前田選手ですが、その中でも特に有名なのが、レギュラーに定着して間もない
1992年9月13日の巨人戦でのこと。この日の先発は広島の大エースだった北別府学。1対0と広島リードで迎えた5回裏、河合雅宏氏のセンター前への当たりに前田選手が飛び込むも後逸してしまい、河合氏はそのままホームまで帰り、ランニングホームランで同点となってしまいます。それでもミスを取り戻したい前田選手は8回表に決勝打となる勝ち越しツーランホームランを放ちますが、ガッツポーズを見せた後、涙を流しながらダイヤモンドを一周しました。そして試合後のヒーローインタビューは拒否し、無言で球場を後にするという事態に。この時の様子を達川氏は、前田はその後もロッカールームや宿舎に帰るバスの中でもずっとバスタオルを頭にかけたままで誰とも一切喋らなかったと語っています。さらに先発した北別府氏は後に、試合後守備の後逸を猛省していた前田に、私は気にするなと声をかけましたが、前田は泣いちゃって泣いちゃって大変でしたと、かなり前田選手が取り乱していたことを明かしていました。そして前田選手本人は、最悪でもあれぐらいはやらなきゃ取り返しがつかないと思ったと振り返り、ホームランの後の涙については、自分に悔しくて涙が出た、ミスを取り返さなければいけなかった次の打席で凡退、それに腹が立って泣いたんです、最後に本塁打を打ったところでミスは消えない、あの日自分は負けたんですと、ここでも自分に厳しい前田選手ならではの考えを語っていました。唯一叱ってくれた先輩。このように周りの人間からしてみれば少し扱いに難しく、現役時代は先輩ですらあまり怒ることができない雰囲気を持っていたようです。それでも2010年から広島の監督に就任した前田選手の先輩である野村健次郎氏は、自身の著書の中で、彼との付き合いは長いが、選手時代から前田を怒れるのは僕ぐらいしかいなかったと思う、あとは誰も近づかないし近づけない、チーム内ではなんで前田だけ特別扱いみたいな雰囲気もあったので、僕が前田にダメなものはダメだぞということもあったと、前田選手が原因でチームの雰囲気を壊さないためにもしっかり叱るところは叱っていたといいます。その一例として野村氏は、例えばある試合で前田が凡退してふてくされた態度でバットを投げたりヘルメットを投げたりしたことがあった、そのヘルメットがたまたまそばにいた浅井樹選手に当たった、僕はそれが許せなくて、なんであんなことをするんだと彼を怒鳴りつけた、悔しがるのはいいけど人に迷惑だけはかけるな、気持ちのいいもんじゃないだろうという当時のエピソードについて述べると、でも彼にとって怒ってもらうことは嬉しかったんじゃないだろうかと語っており、それだけ前田選手は独自の雰囲気を持っていて、簡単に口出しできる選手ではなかったことがわかりますね。前田本人が語る独自の野球に対する考え。そんな前田選手ですが、現役引退後は多くの YouTube で当時の様々なエピソードについて語っています。テレビ朝日のスポーツ公式チャンネルに出演した前田選手は、カープ時代の後輩についてスタッフから質問された流れで、みんなそれぞれこだわりがあってルーティーンがあって、プロ野球選手として成功するために努力している選手ばっかりですよと話すと、続けてそれを怠っているやつは許せないんで、ちゃんとやれって言いたくなるところを、あまり言うとなんだこのおっさんって言われるので、そこをうまく距離感持ちながらやっていたと、やはりここでも野球に対してストイックな前田選手だからこそ、しっかりと準備をしない選手は許せないと語っていました。さらに同チャンネルの他の動画では、スタッフからホームランを打っても納得していないという噂は本当なのかと質問されると、それに対してやっぱり試合に関係ない時に出るホームランは喜びも半分だから、そういう部分だよねと、納得していないというよりは勝負の流れの面で意味のないホームランを打ってもあまり嬉しくなかったと語っています。前田智則の弱点とは。このように一癖も二癖もある前田選手は、対戦する相手投手からはどのように見えていたのでしょうか。これまで前田選手は天才だという話は多くの投手が述べていましたが、その中で中日ドラゴンズでエースとして活躍した川上憲伸氏は意外な印象を語っています。
川上氏は自身の YouTube チャンネルに前田選手を招いた対談動画の中で、前田さんが本気で勝負してくれてるのかな、やる気がない時があったんじゃないかと指摘すると、前田選手は常に平常心で無の状態で打ちたいというのが私の中の究極ですからと、やる気がないように見えた理由を説明していました。しかしこの川上氏以外にも、前田選手のことをやる気がないように見えたと語っていたのが、横浜で守護神として活躍した大魔神こと佐々木一博氏です。佐々木氏はタレントの伊集院光氏のラジオに出演した際に、苦手だった対戦相手について質問されると、対戦して一番嫌だったのは前田ですと話すと、その上でやる気ない時はバッと引きずってボックスに入ってきますと、やはり川上氏と同じくやる気がない時が顕著にあったというエピソードを披露します。これには伊集院氏も、そんな分かりやすいことある？と驚きのリアクションをとっていました。キャリア晩年から現役引退後に変わった前田の印象、先ほどの野村氏とのエピソードにもあったように、基本的には近づきがたく怖いイメージがあったであろう前田選手ですが、キャリアの晩年は後輩の若手選手に対してアドバイスを多く送っていたようです。その中で広島の暗黒期にエースとして活躍した前田健太投手は、2013年シーズン終わりの10月に出された記事の中で、ちょっと前までは話すこともできなかったと、独特の雰囲気があったことを明かしました。それでも前田選手の引退セレモニーで花束を手渡した際には、前田さんの表情を見てグッときました。怪我には気をつけろよと声をかけてもらいましたが、前田さんの言葉は重みが違いますと、普段は厳しい前田選手の優しい言葉に涙を止めることができなかったといいます。さらに引退した2013年は打撃コーチ補佐も兼任していた中で、指導を受けた外野手の赤松雅人選手は、教えるのがすごくうまいと思った、自分から聞きに行けば個々の選手に合わせて指導してくれると前田選手の指導力について語り、特に目をかけられていたという丸義弘選手は、いろいろとアドバイスをしてもらいました。技術的なこともそうですが、場面ごとに打席に入る時の心構えや考え方など、精神的な部分のことも教わったと、前田選手が大事にするメンタル面についても指導を受けたと語っていました。このように現役時代は寡黙で暗いイメージがあった前田選手ですが、キャリアの晩年はこのように後輩の指導にも勤しんでいたのですね。そして現役引退後は解説や様々な YouTube に出演する中で、現役時代には全く想像できなかった冗談や毒舌を交えながら喋り倒す姿を披露しています。さらにはスイーツ好きという可愛らしい一面も出して、スイーツおじさんとも呼ばれるようになった前田選手。この姿には動画の視聴者からも、前田さんが現役の時はこんなに喋れる人とは思わなかったと、意外な一面に驚くコメントが多く見られました。今回は広島のレジェンドである前田選手の性格について、本人や周囲の人間が話しているエピソードをもとにご紹介いたしました。このようにもともと自分の世界を持っていた、尖っていたといえる人間でも、さまざまな経験を積むことによって、少しずつ周りのことを気にかけるようになり、性格が変わっていくこともあるというのが分かりましたね。それでは本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは野球に関するテーマをコツコツ投稿していきますので、よろしければ高評価やチャンネル登録をいただけると大変嬉しいです。